はい、こんばんは。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら Zoom G21NU です、はい、ちょっとね、古い機種ですけど十分まだ使えますね。で、使用するギターですが、ギブソンレスポールスタジオです。スタジオミュージシャン系が使う、ギターですね、特に派手な装飾とかはないんですが非常に音がいい。で、今回はですね、ファイナルカウントダウンのギターソロ部分を練習してみましょう、はい、ゆっくり弾いた、ゆっくりリズムに乗った方が、練習になるんで、むやみに、早く弾いてぐちゃぐちゃになってしまうのではなく、綺麗にリズムに乗りながら弾いてみましょう。それではご一緒に。ここね、これ早く弾いてしまうのではなく、一定のリズムを保って弾いていく。早く弾いた方がごまかせちゃうんですね。ブルル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 ってね。そうではなく、一音一音、どれが主音でどれが装飾音なのかが分かるように、最初はね、無理なんですが、どれが、メロディーラインなのか、どれが装飾音なのか、飾りのね、音なのか、それがだんだんと弾いていくうちに分かっていくと思います。それは意識しながら弾いた方が上達が早いです。エレキギターはあまり仕事で歪ませることはないんですが、基本的に普段のスケール練習なんかね、クリーントーンで練習した方が、自分のピッキングのね、アラとか目立っよく分かるんで、練習になると思います。歪ませて綺麗に音を出すのはそれはそれで難しいことですね。キーンっていうバイオン成分が出ないようにね、丁寧になるべく優しくピッキングしていくことが重要です。それではまたお会いいたしましょう。竹下敦がお送りいたしました。